マリー・エグナーは、オーストリアの画家である。ティナ・ブラウやオルガ・ビジンガー・フローリアン、ブロンシア・コラー・アピネルと並んで19世紀後半から20世紀初めの、オーストリアの女性画家として、重要な存在である。シュタイアー・マルク・州のバード・ラート・カースブルクで生まれた。グラーツで、ヘルマン・ケーニッヒスブルンに学んだ後、 1872年にドイツのデュッセルドルフに移り、風景画家のカール・ユングハイムに学んだ。1882年にウィーンに母親と移った。ウィーンではエミール・ヤーコップ・シンドラーの弟子になり、夏はシンドラーが借りた、ニーダー・エース・ターライフ州のプランケンベルク城で仲間の画家たちと活動した。ヨーロッパ各地を旅し、1887年から2年間、 イギリスに滞在した。その後ウィーンのキュンストラーハウスで開かれる展覧会やドイツ、イギリスの展覧会で好評を得た。1900年から1909年の間、ベルタ・フォン・タルノーツィやマリアン・ネ・フォン・エッシェンブルクラの女性美術家と美術家、グループ、オクトカンシュラリネを結成し、展覧会を開き、女性のための絵画学校を開いた。1910年に健康上の理由で、 絵画学校の運営を止めた。第一次世界大戦後にオーストリア女性芸術家協会に所属し、協会は1926年にエグナーの特別展を開催した。1930年に目を悪くし、公共の場に出なくなった。ウィーンで死去した。ありがとうございます。